里崎チャンネル。こんにちは。さあ、里崎チャンネル12球団全試合そっちへということで、金土日に行われた3連戦チェックしたいと思います。まあ、パッパッとやらないとね、また1時間近く喋ってしまうということと、あ、そういえばですね、今日の日刊スポーツ、あとあのウェブの日刊スポーツの方でも初の試みとして、まあ僕はもう毎日やってるんですけどね、あの6試合同時試合観戦で評論というところでね、まあ、あの文字数に限界があるんでなかなか入れれなかったんですけど、あのこの YouTube にも役立つっていうところでですね、日曜日一気に評論が終わって、楽でした。さあ、ということで行きましょう。今回ですね、4月2、3、4の、3連戦総チェックということで、まずはですね、楽天対オリックス、4月2日4対2で楽天、そして3日3対2で楽天、そして、日曜日、4対0でオリックス、2勝1敗で楽天の勝ち越しというところのね、試合展開になりましたけども、4月2日開幕投手和久井、開幕戦同様ゴッペチェーン、逆球も少なく丁寧にコースにそして緩急つけてピッチングできてたんじゃないのかなと思います。7回5安打9三振無四球2失点、この無四球っていうところがね、和久井がしっかりピッチングできた証拠だと思うんでね、そこが勝ちにつながったんじゃないのかなと。逆にね、オリックス山崎サッチャー5回6安打7三振3四死球2失点、こちらもねストレートスライダーチェンジアップ、両コース低めに集めて非常にいいピッチングだったんじゃないかなと。だからまあね、あの勝ち負けはどうしてもねついてしまうんで、そういった意味では、まあ残念なね感じになりましたけども、非常に、ピッチングできたんじゃないのかなと。まあ初球ね、この辰巳のセンター前ヒットで、小深田もヒットを打たれて一三塁で、このショートゴロで1点取られて、フォアボールで、また鈴木大地がね、ここに来て復調してきてね、いいところで鈴木大地に回って、そこ大地が返すっていうね、まあ去年もね、いい感じの、あの、楽天の勝ち方、が、初回からできたかなと。あとはもう和久井がね、スイスイと投げていって、まあ6回の裏ね、いい感じで、おごりね、スクイズさせて決めるっていうね、今年の本当にあの石井和久監督、積極的に動きながらその作戦がね見事ハマっていくっていう形でね、ベンチの策も非常にいい開幕、スタートダッシュできてるんじゃないのかなと。でこのね、おごのスクイズ非常にね大きかったんじゃ、ないのかなと。まあその前にね、あの伏見のねこの悪送球ね、三塁へ、まあそこでね一子三塁になってからのね、スクイズっていうところで非常にいい形のね、パターンができたかなと。で、しかもね、7回、モヤのね、モヤがね、いい状況っていうね、こう2点取ったけども、その裏ね、7回にしっかりね、茂木の方も絶好調、タイムリーで勝ち越して最後松井が締めるっていうね、楽天的には非常にね、いい試合展開だったんじゃないのかなと。ね、土曜日、3対2でね、楽天の勝ち、まあ、山岡がね、まさかの7四死球。浅村に4四球、茂木4四球、で、6番鈴木大地、当たってるところでね、2回目のライトへのタイムリー、で、渡辺はね、ライトへのタイムリーと、そういったところで一気にね、点を取って勝ち切るっていうね、結局楽天3安打だったんですけど、このワンチャンスをね、生かしたかなと。で、まあ、オリックスはね、3回裏、鈴木大地のセカンドゴロ、このね、セカンド太田、でね、ピッチャー山岡の、あの、ベースカバー、このね、スーパープレイ、グワッツ、ナイスプレイ、あれはね、映像で、映像佐々木チャンネルね、使えないんで、映像見せれないんですけど、あの、本当あのセカンドゴロからのファースト山岡のプレー、映像探してみてほしいですね。多分ね、今年一のファインプレーになるぐらいの、もうね、開幕投手ですけど、今年一のプレーになるぐらいのスーパープレーだったと思います。見てください。あとジョーンズ、やっぱりね、吉田の後やっぱジョーンズ大丈夫なんていうところで、まあね、あの日曜日の試合もそういう展開になってくるんですけども、まあ日曜日ね、まあ早川と宮城くんのね、投げ合いっていうところになりましたけども、やっぱ一番ね、やっぱ気になったのが、3回の表、2アウト2塁でバッター吉田正尚。ここね、正直敬遠でよかったね。まあわざと立ってまで敬遠する必要ないですけど、やっぱジョーンズが全く当たってない。まあもちろん当たったらね、ホームランあるけども、全く打てるような気しないんで、やっぱ吉田、モヤを繋げた方がいいね。このジョーンズちょっといらないね。今の状況だともうちょっとね、復調してきてくれるとありがたいんだけど、今ちょっと全然壊さなくて、ここもう敬遠でいいんじゃないのかっていうところでね、初球インコースボール行って、でもう一回インコースのストレート行って、そこホームラン打たれる。そのね、一打席目にアウトコースのストレート系を、まあ、レフトね、あのフェンスギアまで持っていかれてるっていうところで、多分裏書いたんだろうね、バッテリーは。裏を書いたつもりが、
甘めに入ってそれがホームラン。しかも早川っていうのはこの対角線の球がいいのに無理やり逆対角線に攻めてホームラン。ここはちょっとねバーッと無理に行くとこじゃなかったような気がしますね。あそこはフォアボールでよかった。上手ね、勝負で0点で抑えたところをあそこでねホームラン打たれるっていうところはね非常に痛かったかなと。あとね6回表ノーアウト一塁でねまだ吉田正尚が回ってきてて、まあ、スライダーがカットかねあの曲がり球をね打たれるんですけど、インコースまっすぐ打たれたから曲がり球で狙ったように打たれてないの前もうここはねもう今度はボールでいいからインコースのボールから入って外行くとまだ違ったと思うんですけど、そこのねちょっと吉田にね駆け引き上行かれちゃったかなと。でその後ねあのノーアウト一塁でジョーンズがねサードゴロチェンジアップ系引っ掛けて、これ多分ね1打席目もそうなってたよ。でそして茂木がねベース踏んでファースト投げようとしてベース踏むことを意識しすぎてジャックルでファースト投げてねあのダブルプレー取れず、あれ 5-4-3 でもよかったね。ちょっとサードベース見て合わせちゃったかな。でその後ねあのモヤが2点ライトへのあセンターへのねタイムリーヒット、まあこれでねもう勝負あったかなっていうようなね、感じになりましたね。逆に宮城はね逆対角線右バッターのねアウトコースのストレートチェンジアップで、インコースにはカーブスライダーを入れながらのまあたまにインコースまっすぐ、でも基本はね逆対角線、これが非常にいいピッチングだったかなと。4回裏ね2アウト1塁で、バッター浅村チェンジアップ外で外外ストレート続けて3球三振の見逃し三振ゴーペッチング。でその後まあ、模擬フォアボール鈴木大地レフト前ヒット、これもね外外もう右もアウト左も外外中心で攻めて、インコースはもうその意識を変えるだけで、最後ね横にチェンジアップ外ストレート外チェンジアップでセカンドゴロでピンチ脱出模擬ゴペチ、ね、これちょっとね対照的な、まあ、早川もねこのここだけだったなっていうねところもあるんで、まあ、もったいなかったなって、まあ、今回もねあの先週のハム戦のあの満塁を2回ねピンチで防いだっていう粘り強いねピッチングできただけにね、ちょっとあの吉田のねホームラン、あそこはもうちょっとバッテリー考えて、特にキャッチャーね考えてフォアボール、もうベンチももっと言ってもよかったかなっていうね、もったいない、打席になったかなと思います。結果、しかし楽天のね2勝1敗の勝ち越しでした。続いて、日本ハム対ロッテ、金曜日4対16ロッテ、土曜日5対6ロッテ、そして日曜日1対1引き分け、結果2勝1分けでロッテの勝ち越し。ロッテ4月に入って初めて開幕ね、3月冬眠中、4月に入ってカモメが飛び立つっていうね、あの一気にどうしたんやっていうね、いきなりあのチーム得点が最下位だったのにいきなり1位になるっていうね、すごいもう大波小波っていうねあの試合の流れになりましたけども、まあ、あの金曜日ね木曜日ね試合がなかったんで6人で回すっていうところで吉田康生をねここに持ってきて、まあ、あのキャンプの時のね動画でも言いましたけど、あのやっぱ投げてる質はいい、でも高いのが気になるっていうところで、今回も球が高い修正できず2回4安打2三振、3四死球7失点、バッと意識して低め投げなきゃ。その中でよ、やっぱ一番気になるのは初回ワンアウトからマーティンに高めばっかり要求、4球連続フォアボール。いやそれはね確かにその前の楽天戦ソフトバンク戦マーティンはこのインコースの胸元とか高めをねあの空振りしたりとか、それをミスショットしてフライ上げたりしてアウトになってたよ、なってたけども、そんな無理して4球連続行くかっていう、これはちょっとベンチの策も含めてバーッと、しかもほっときゃ吉田は高め行くよ普通に投げときゃ。で結局そのフォアボールから、中村センター前安田、ツーベースタイムリーでレアード犠牲フライで、2回もね鳥谷振り逃げからの股を抜けるバーッと、また抜けてブロッキング、せっかく三振取っとんに、で振り逃げからの5失点バーッと、一気に試合決めてドドドーンっていくっていうね、ちょっとここはあのバッテリー含めてこのパスボールも含めてねかなり疑問に残る、金曜日の試合だったかなと。もうちょっとねそんな無理くりするような必要あるかと、あの解説のね岩本さんも非常にねちょっとあの価値的な、解説してたと思いますけども、ちょっとこれはねやりすぎっていうか意味ないことやってね、ちょっと策に酔いすぎたなっていうような、チームもベンチも含めてね策に見えましたね。まあそれでね試合をぶっ壊すっていうところもなったんで、ちょっとここは大きな反省点じゃないのかなと。で土曜日6対5でね、っていうところでロッテ、まあこう日本ハムね気になるところ、2回表ねノーアウト1・3塁バッターね菅野、
結果 5-4-3 ダブルプレーだったんだけども、三塁ランナーのやつだがゆっくりホーム、あれホーム投げとったら楽勝でアウト、それを1点上げてダブルプレー取りに行く、ホームで絶対アウトなのにそこホームに投げてワンアウト1、2塁でいいんじゃないのって俺思うけど、どうですか皆さん。そこは1点やって、まだ序盤だから別に1点やってもいいから、2アウト取ってアウトカウント増やして2点目以降を取られないようにしようか、絶対にホームアウトだからホームに投げて、まあその後打ち取ったら0点でいける可能性があるか、どっちですかって言った時に、俺はねホームでまず0点で、まあその後打たれてるかもわかんないよ、まあ次のバッターね、結局ランナーなしから打たれてるからあれだけども、俺はあそこあんな楽勝でアウトなのに、あのもうノー感じでもう決まったかねようのダブルプレー、どうなんやろうって、まあ、バットまでは言わないけどどうなんやろうってね見てて思いましたね。あと5回、ここもねフォアボール2つから2アウトからね、鳥谷フォアボール、田村フォアボールで、こっから5失点、結局昨日と同じ、全く一緒のパターン、バーッバーッバーッと、全く同じ野球をね2日連続でするっていうね。でロッテはね、これはねやっと去年の戦い方ができるようになったっすね。フォアボールで出してっていうか、出してもらって取って、まあ、言い方はいろいろあるんですけどね、フォアボールで出て一本で返すというところがね、やっと昨年ね同様の戦い方がこの札幌にね行ってできるようになったんじゃないのかなと、見てましたね。さあ日曜日1対1のね引き分けになりましたけども、もう気になって仕方ない。日本ハムの野球が、ハムってこんな雑でしたかっていう、僕の記憶にあるハムっていうのはなんかそんな、まあダルビッシュとこういうとか派手なね選手いるけども、野球自体は派手な野球をすることなく、堅実に、丁寧に、確実にっていうような、で、それで強さを維持する、見せる。で、その中でのスーパースターたちがいて、大きな役割を果たすっていうようなチームだと思うんだけど、なんか最近、全体的になんか雑。去年もエラー数めちゃくちゃ多かったね。そのエラーで試合負ける時っていうのがかなりあったと思いますけど、なんか雑っていうね、イメージがある。その中で気になったのが、4回裏、ノーアウト、1、3塁、バッター、渡辺、サードゴロ、近藤がね、3本間に挟まれる。これはまあいいでしょう。ね。挟まれて、で、キャッチャーを見ないでサードに走って、急に止まる。でも田村は何もしてない。で、そこでアウト。で、中田は中途半端に3塁来ようとして、結局、ダブルプレー。で、コーチャーもこうやって呼んでたんだよね。中途半端に。で、それで中田も来て、で、近藤は、あのままサードにもう帰ってたら、ひょっとしたら、どっちかがセーフになったかもわかんないけど、無駄に田村を見ないで止まって、普通にアウトにされて、そのまま田村が行っちゃうっていう。で、ノーアウト1、3塁で、一気にビッグゲーム行くところで、2アウト1塁。でも得点。バーッと！これはちょっとまずいね。で、結局、その流れを取って、5回表、加藤も、いいピッチングしてたよ！全体的に。でも、この流れ負けで、フォアボール2つで、全く一緒、この3連戦。で、2アウト1、2塁まで行ったけど、田村がタイムリー、チーム初ヒット、5回にしてやっとよ。もっと先方、ほっこ、フォアボールじゃなくて、行こうよ。ヒット1本も打たれてないんだよ。で、結局、昨日同様に、フォアボールからタイムリー。でも、あとしっかり抑えるのよ。ピッチャー陣も頑張って。でも、ロッテ、鈴木。だって、制球アバウト。でも、力強い。148とか9とか。すごいいいストレート投げて、それが気になって変化球ね、振らされるとか、変化球気になってまっすぐ見逃すとか、あと要所要所でこうコントロール、ビシバシ。だから、アバウトにストライク取って、要所要所できっちり投げるっていうね。まあ、先週の、ピッチングも非常に良かったですけども、今回もね、本人勝ちついてないですけども、もう2勝に等しい、ゴッピッチング。ね。まあ、これをね、続けていけばね、いずれ、簡単に勝てる時来るんで、続けてもらいたいなっていう、ところが、ありますね。まあ、ハム打線ね、全く対応できてなかったのかと。でも、トランのこの1点ね、ワンアウトからバンドで、西川1本で決める。西川グアーツナイスヒッツ小野、ね、ちょっとロッテのリリーフ、やっぱり不安定。松田、グアーツ。まあ、内野会員だから抑えれいいんだ。ね。やればできるんだ、松田。ね。そんな2軍2系とかね、そんな言っちゃダメ。なんとかなるね。おのいいってね、言ってた人、おのも打たれるよ。でも、その中でやっていかなきゃいけないわけよ。そんなね、いっぱいいないよ。ロッテの2軍に。そんないい選手ばっかりね。その中でやっていかなきゃいけないのよ。ね。頭の柔軟して、LINE ね、パパーって送っといたら、いけるようになったじゃん。ね。心のね、ケアだけしとけばいいのよ。
技術とかじゃないのよ、守護神は。増田、グッピッチン。小野もね、まあ今日は取られたけども、次以降にしっかり、やってもらいたいなっていうところと、でもね、ちょっとリリーフが不安定。ここがちょっと不安です。週明けから。まだバタバタね、してっていうところはありますけども、結果ね、2勝1分けで、ロッテの勝ち越しになりました。さあ続いて、ソフトバンク大セーブ。2日、2対6セーブ。3日、4対7セーブ。以上、2対4セーブ。セーブ、3連勝ゴッツ。グッド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 。ね。まあ、金曜日、ね。タイホークス戦、7連勝の高橋コーナー。8回、4安打、8三振、2四球、2失点。力もあるし、コントロールもビタビタ。グッツ。ね。まあ、ちょっと、この3連戦全体的にホークス打線が静かだったですね。鷹が休憩してました。ね。その中、西武打線、初回からね、積極的に振っていってるところがね、非常にいい形になったんじゃないですかね。まあ、3回表ね、ワンアウトで金子がね、初球ライト前。で、源田がね、ワンボール、ゼロストライクからスライダーをね、ファーストストライクライト前。で、森もね、初球からしっかりスイングしていく中、スリーツーからショートへの、ね、タイムリー内安打。そして、ワンアウト一塁になって中村がね、初球カーブをね、3点、ホームラン。もう積極的にね、振っていってるところが、結果をね、出してるところじゃないのかなと。で、5回もね、ワンアウトから森がね、初球のフォーク、センター前。中村がね、初球、レフトフライ。で、外崎フォアボール。で、ウーネンティンがね、ファーストストライク、しっかり振って、ファールの中、最後ね、3ボール、1ストライクからフォークをね、2点タイムリーツーベース。グッと。この積極打法がね、石川を仕留めたんじゃないのかなと。いうところでね、まあ、山川、そして、まあ、ブランドが熱中症でね、ホームラン打ったのに、抹消されたりとか、あと、外崎がね、デッドボールで骨折とか、栗山もね、ちょっと下半身のっていうところでね、選手がね、大幅にいなくなった中での、この3連勝っていうのはね、非常に価値ある。その中で、やっぱりね、MVP は、ネッティングッパッティング。あとね、日曜日の試合でも渡辺がね、初めて振ってホームラン。ね、素晴らしかったんじゃないのかなと。まあね、順を追って言いますけども、土曜日の試合もね、ウーネンティ3安打、5打点。でもソフトバンク、高橋で6四死球、2四球、計8四死球、ね、6個のフォアボールと2個のデッドボールで5失点。で、もう打線は下降気味。しかもね、失点した回は全部フォアボールで、ね、から始まる、四死球からね、始まって失点っていうところで、もう負けるべくして負けた試合だったんじゃないのかなと。で、日曜日の試合もね、ウーネンティが、まあそんなね、この試合は初球からバンバン振っていくっていうよりも、自分の打てるところ、意識してるところが来たらしっかり振る。難しい球は手を出さないで、しっかり自分が打てるところに来たらしっかり振っていくっていうところで、和田からね、ライトへのホームラン。これ左ピッチャーからね、ホームラン打ったっていうところは、非常に価値あるんじゃないのかなと。その後ね、渡辺が1打席目ね、インコースのストレートをもうすっごい振り置きくれて、空振り三振して、で、2打席目は3球三振。で、2打席目も3球三振なんだけど、つまらないようにと思って、もうちょっとポイント前にしたら襲われるっていう、完全にもう舐められた配球ね、新人がよくありがちな、はいはいもう簡単にやりますよっていうところでね、三振して、で、3打席目ね、ホームラン打つわけだけども、あれはね、俺の見解、俺もそうだったからわかるんだけども、多分まっすぐ行って、スライダーがね、タイミング合っちゃったんだよね。で、バーンと当たったらね、力あるからホームラン。初めてバットに当たったらね、ホームランっていう、グッとね。佐々木も初打席ね、石井隆さんから3打席目にヒットだったんだけども、1打席目ね、まっすぐ速いからと思ってね、1、2の3でいったら全球スライダーでね、三振して、で、2打席目、ワンアウト1、2塁で回ってきて、初球スライダーで、おお変化球ばっかりかよと思ったら、次インコースまっすぐ来て、どん詰まりのピッチャーゴロ。で、もう3打席目、もうよくわかんないから、もう1、2の3で打とうと思ったらね、スライダーが甘めに来て、ちょうどね、反則球でタイミングがあって、レフトフェンス直撃の、タイムリーツーベース、プロ入り初ヒットっていうところでね、多分渡辺君もまっすぐ1、2の3で行ったら、うまいことね、スライダー反則球でタイミングがあってホームランになったんじゃないのかなとね、思います。でもね、ホームラン、グッド。その中でね、先発平井、グッド、素晴らしい。逆対角線、右バッターにもしっかりインコースのね、ストレート、ツーシーム系使って、左バッターにも、そのシンカー系と、外から入る外スラ、カット気味のやつ、これを使いながら、持ち前の対角線をね、しっかり投げれてるんで、そういった意味でも、この両コーナーをね、右左バッター関係なく、両コーナーをしっかり使っていって、抑えれたっていうところは、非常に、グッピッチングだったんじゃないのかなと。
でな、一回素晴らしかったのがね、柳田にちょインコースになったやつが甘め入ってね、バックスクリーンホームラン打たれた次の打席。ここでね、今日一番光った配球、うわ、ここ素晴らしいなと思ったところが、柳田にね、ホームランを打たれた次の打席、インコースね、甘めに入ってセンターバックスクリーンホームランを打たれた次の打席に、インコースにスライダーとストレートを巧みに使って、最後見逃し三振でね、打ち取るわけ。森もグレード。ね。で、それを投げ切った平井もグッピッチング。このね、ホームラン打たれたけども、カインコースのね、打たれたやつより厳しくスライダー行って空振りさせて、最後、まっすぐで見逃し三振取る。いや、最高に良かったね。あれはもう今年開幕した中での全試合見た中で、一番いいリードと一番いいピッチング。グワッとバッテリー。まあ、結果ね、3連勝というね、西武。月曜日、休み明けからのソフトバンク、どうなるのかっていうところの注目ですけども、西武もね、本当に怪我人で、本当の主力をね、チームがいない中、それにかなってね、今日、あと山野辺もね、ゴバッティング、今日ね、いい働きしたし、で、まあ、ウグネンティンもね、いい形で渡辺も打ってホームラン、ね、ピッチャーも頑張ってるっていうね、ところで非常にいい、試合送ってるんじゃないのかなと。こうやって若手が活躍していくとね、よりまたね、チームのね、底上げになってくるんで、非常にいい戦い方ができてるんじゃないのかなと。西武、3連勝。グッゲー。さあ、続いてセリーグ。巨人対ヤクルト。2日、0対2でヤクルト。で、3日、2対2引き分け。で、4日、2対1で巨人。1勝1敗、1分け。というところで、ロースコアのね、試合が3試合続いたかなと。金曜日はね、小川、グッピッチング。ね。ボールが高いと、しっかりコースに。そして、コースが甘いと、しっかり低く投げれてる。で、ミスコントロールした時に、全部ボールになって、中入ってこないっていう、非常に最高の、ピッチャーとしては理想的なピッチングができたんじゃないのかなと。逆に、巨人野上、まあ、菅野がね、怪我で一回抹消になって、アキレス腱切って、605日ぶりの一軍の復帰登板になりましたけども、コントロール、ストレートの質、ガーッツナイスピッチング。最初ね、ちょっと立ち上がり、球速も遅くて、あれ大丈夫かな、ちょっとね、球は全然走ってねえな、と思って、ちょっと緊張してんのかなと思いましたけども、もう初回の終盤ぐらいから、2回からはね、しっかり球速も戻ってきて、非常にいいピッチングね、まっすぐスライダー、カーブ、チェンジアップ、最初のね、カーブがちょっとね、抜けすぎてね、鉢巻き気味に行きましたけども、しっかり修正できてね、非常にいいカーブも投げて、ナイスピッチングだったんじゃないのかなと。まあね、ヤクルト村上がね、6回目でツーランホームラン打つんだけども、それまでのね、インコース攻められてして、そこをね、打ち損じてたところを3打席目ね、しっかり仕留める。さすが4番。バッティング打った瞬間ね、ホームランでしたけども、ちょっとね、今日の審判が、まあ、その日2日のな、今日の審判が、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースがちょっとワイド目だったんですよね。で、そこをね、小川も野上も非常にいい感じでつけたかなっていうね、ところはあります。だからそこね、結構、各打者、苦しんだんじゃないのかなと、そのストライクゾーンをね、合わせるのに。で、ヤクルトね、8回裏、2アウト2塁からね、代打、中島、ここでね、投手交代、大川から清水ね、スパッと。俺、小川このまま完封行くんじゃないのかなと思った。ここで、高津監督がスパッと変えて、どうなのかなと思った清水がホーク3連投で、三振。グッと。ね。この系統もうまく測って、2対0でね、ヤクルトが勝ち切ったかなと。続いてね、3日、2対2。まあ、ここね、ヤクルト田口。まあね、先週は、阪神打線にね、ボクスが行かれましたけども、今回どういうピッチングするのかなって見てましたけども、まあ、ストライク先行でね、勝負しながら、まあ、低めの変化球っていうのが徹底できてかなと。ストライク先行率も、先週に比べると、やっぱ上がってんですよね。数パーセントではありますけど、上がってて。で、その中で、巨人打線がね、低めの変化球を空振りするんですよね。あと、スイングしてファール打ったり。あそこがね、阪神打線と違うかった。阪神打線はね、低め全く振ってくれなくて、カウント稼げなくて仕方なく中に入れたところを仕留められるっていうパターンになってきましたけども、まあ今回の田口ね、ストライク先行でできたっていうのと、低めの変化球をしっかり振らせれた、巨人がね振ってしまったっていうところが結果ね、いいピッチングにつながったんじゃないのかなと。あと巨人とこをね、立ち上がり若干球高く逆球をめがって、あれ前回完璧だったのに大丈夫かなと思ったけども、結局尻上がりね良くなって、今日ねグッピッチングになりましたけども、まあ最後ね打たれてヤクルトはね追いつかれ、巨人はね最後あそこねよく追いついたなっていうね試合展開になって、結局ね2対2の引き分け。このね金曜日はね日本放送で解説して、で土曜日はね日テレの YouTube の方でね、アウトかヒットか当てるっていう番組に出てね、非常に面白い試合展開を見ながらね、お仕事もできたかなと、自己満足の、日でした。でね、今日はね
今日というか日曜日2対1で、巨人が勝ちましたけども、まあね、巨人も、コールド判定陽性でね、絶好調のウィールだったりとか中島、丸だったりとかね、多くの選手がね、登録を、抹消する中で、急遽ね、仙台から、帰ってきた選手たちがね、非常に頑張ったかなと。立岡がね、攻守にグップレーね、しかも2打数1安打、勝木もね、グッパッティングね、レフトにもうちょっとでホームラン、でもね、素晴らしい。あとバンド、グワッと、あの状況でね、バンドよく決めたね。でもね、サイン一発でね、一発で分かんなきゃ、コーチャーに聞きに行ってたらダメよ。まあ、いきなり来たからね、サイン覚えれなかったのかな。でもそこは一発にやるのがプロよ、勝木。叱咤激励のバッと、あそこでサイン聞きに行っちゃダメ、バレちゃうね。でもその中でしっかりね、バンドよく決めたかなと、思います。そしてね、重信も3打数1安打1盗塁ね、で広岡がね、最後決勝打をね決めるっていうところでね、非常に巨人としてはこのね、状況がちょっとね暗い中でいい、その躍動するね、この上がってきた選手たちの躍動っていうのはね、チームスローガン和と銅じゃないですけども、非常にいい、巨人のねとっては非常にいい勝ち方だったんじゃないかなと。逆にヤクルト7回裏、キャッチャー古賀パスボール、なんだあれは、バッとミット取れてんじゃねえかよ、なんだあれは、あんなのあり得る？それで失点して同点でしょ、タイムリーでバーッと、もうバッと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 ってこういっぱいにスタンプなってほしいわ、あのバット。あれはダメよ、あれのちゃんと取ってやんないとピッチャーかわいそうよ。しかもヤクルト金久保投手頑張ってたよ、コントロールもしっかり良くていい球投げ切って頑張ってたよ。片足やんなきゃ、キャッチャーがあんなミスしてちゃダメよ。でミスで結局負けてんじゃん。その後パスボールで出して、で広岡に決勝打タイムリースリーベース打たれてバーンって、もう何やってんの。まあ、次回ね、まあやってしまったものは仕方ないんで、次回そこをしっかり反省してね、このキャッチャーハンドリングしっかり反省して、どうやったらねパスボールにならないのか、あそこがああいう取り方になってしまったのかっていうのを反省してね、まあ次にね生かしてもらいたい。まあね、やってもしてまったものはね仕方ないんで、それはね、佐々木もあんなミス、まあ、あんなミスはあんまりない、パスボールそもそもあんまりしないんでね。でもまあね、股の下抜けたりとかいろいろミスしてね、負けた試合もありますし、まあ一つ一つのことを古賀選手にはね、やってしまったものは仕方ないんで、反省して次回生かしてもらいたいと思います。ということで結果1勝1敗1分けでした。さあ続いて DeNA 対広島、2日4対0広島、3日7対3広島、4日3対1 DeNA 今季初勝利、三浦大輔新監督初勝利おめでとうございます。グッズなかったですね , 笑ってる場合じゃないですね。さあということで振り返りましょう。2日、金曜日、広島4対0、まあ初回からね両チームバタバタしたなっていうねところがありますね。ワンアウト一塁で打者西川ね、三塁ゴロ、大和がね捕球ミスがエラーで、ボールはね外野へ行って、で菊池がね三塁オーバーランしてアウトね。もう、ヤマトもバットだけど、菊池もバット。あと、コウちゃんもバット。ね。で、なんやかんやしながら、ツーアウト一塁になって、で、松山がタイムリーヒットを打つ。なんやかんや言ってね、タイムリーヒットを打つっていうね。で、まあ、結果ね、ここ、大瀬良、グッズ。まっすぐスライダーカット。非常に良かったですね。まあ、昨年はね、怪我で離脱しましたけども、今年はね、やっぱり開幕戦から見ててもね、やるぞっていうね、ところのいいピッチングがね、続いてて頼もしかったですね。あと、まあ、DeNA はね、さすがに3打席きつい。ね。それは勝てない。でね、浜口もね、決して悪くなかったと思う。緩急もつけながら、非常に粘り強くね、頑張れたんじゃないのかなと。さすがにね、援護なかったらやっぱ勝ちきれない。まあ、結構ね、この金曜日の試合は力負けだったかなと。その中でね、8回裏、趣味固めで入ったルーキー矢野。ね。いきなり、サードゴロ、ファーストに、とんでもない悪送球。バッと。ね。ただよ、2アウト満塁になって、バター関根、サードライナー。ゴープレイ、ファインプレーね、取り返したっすね。だからまあね、さっきの古賀のねことじゃないですけど、こうやってねすぐ取り返せるようにね頑張っていければね、またいいプレイヤーになってくるんで、そういったところはね続けていってもらいたいなと。あと菊池選手2年ぶりのエラー、さあ
物議をかましてますけれども、正直ね、僕もあれを見た時にこれはエラーかわいそうなんじゃないのかなと。バッターもねヒットじゃなくなるっていうところもあるし、あれを取ってもね、あれ菊池だからああいう状況になるね。他の選手だったら多分もうランニングスローまでもいけてないんじゃないのかなっていうねところで、まあ菊池選手だからアウトにね、あ、逆にエラーにね見えちゃうタイミングで入っちゃったのかなっていうところはありますけど、まああそこのねエラーっていうのはちょっと酷だったかなと思いますけども、まあでもね、その記録員の方もね、記録があるからね緩くしようとか、記録があるから厳しくしようとか、そう言ってね思って記録をつけてるわけでもないですし、あのまあ記録員の方もね、あのこれがあったからって言ってもね、あの自分のねジャッジに自信を持って、今後も、やっていってもらいたいと思いますし、まああのもしねミスだと思ってるんだったら変更すればいいことですし、別にそれがねエラーと思えばその信念をねあの通してもらいたいなと思うことですしね、今後もね続けていくわけですから、あの自信を持ったねジャッジをしてくれればね、あとはまあ周りがどう思うとね仕事は全うしてると思うんでね、記録員の方も次回からもあのこのまあ多くのね、まあ、僕もそうですけど、セーフエラーじゃないのかな、あれはエラーじゃないなって思った意見もいっぱいありますけどもね、自信を持ってあのまたジャッジしてもらいたいなと、思います。そして、土曜日3対7で広島ね、あの今回はね京山ね、初登板、前回の登板の時はねちょっと審判との相性が悪くてね、あのいいボール投げてたけども、まあ結果ね負けてしまったっていうところでしたけど、まあ、今回の試合はね球も高いし前回の方が力強かったですね。ちょっと抜け気味っていうか力は伝わってないんじゃないのかなっていうようなね、感じのボールに見えましたね。あと広島クリはね、あの前回同様両コースにシュート、スライダー、ガッとピッチングね、6回6安打3三振無四球素晴らしいで3失点とね、非常に試合をまとめる、いいピッチングができたんじゃないのかなと。でその中でサード阿部、今季初スタメンホームラン、ガーッナイスバッティング、今年のね崖っぷち選手で、上げてもらいましたけども、こういったホームランがねチームを救うっていうかね、クロンがねちょっとね打撃の調子が上がってない中でね、この阿部選手の活躍っていうのは、ね、守備もいいんでね、非常にチームにとって明るい情報だったかなと。あと坂倉満塁ホームラン、ガーッナイスバッティング、止水中学ね、そして菊池がね、これ DeNA のねバッテリーはねかなり後悔とダメージがでかいホームランになりましたね。高め要求して高め来てんのにそれ仕留められたホームランね、まあ、菊池選手グッバッティーね、 DeNA バッテリーバッと、そこはもうちょっとね考えていかないとっていうね、あの高めに外してそこホームラン打たれちゃダメダメっていうね、まあ、もちろん僕も経験あります、反省して次行きましょう。そして今日の試合3対1初勝利おめでとう。まあね、坂口先発丁寧にね本当に投げ下ろし形で丁寧に投げてたのと、まあ多少甘い球もありましたけどね、丁寧に、粘り強く根気強くしっかり投げれたんじゃないのかなと。グッピッチング、あとベンチでもねしっかり登板後もね応援しながらベンチの一番前にね、立ってハイタッチで迎えたりとか、ああいうね姿も非常に良かったんじゃ、ないのかなと、思います。その中でね3回表田中のレフト佐野エラーバーッとあれは取れるでしょ、ああいうところが結局ね負けにつながっていくんだから、そういったところはねそつなくやってもらいたいですね。しかしその後3回裏ね神里がホームラン打って4回表グップレー、あのファインプレー大きかったですね。あれ間抜けてたらひょっとしたらね試合展開まだ全然わかんないようなね状況になってたところを、あそこをしっかりね守備で思い立てるっていうね、チーム全体で今日勝つぜっていうねところが非常に見れたプレーだったかなと。鈴木誠也の打球がねちょっと最後鈴木誠也ね失速したっていうところでまだ本調子でねないのかなっていうところもありますし、あと9回三島ノーアウト一塁からね、まあ、フォアボール出して3、2のカウントになってねファーストへ、まあ、牽制しないけどプレートあるし、あそこね点数2点あるんだからファーストランナー気にすること全くないじゃん、バッターオンリーでいいわけよ、あのファーストランナー通り過ぎたって1点取られたって勝ってんじゃん、あのプレート外すとかランナー気にするとか全くいらなかったと思うよ俺は。でその中でね結局フォアボールでおいおいどうなるんやっていうところでね、田中バンドしてワンアウト2、3塁、菊池ねセカンドライナー西川ピッチャーゴールでね勝ち切ったから良かったですけど、あそこはねちょっと状況によって牽制ねする必要全くなかったんじゃないのかなと思います。しかしねしっかり勝ち切ってまたね初勝利、また来週以降どういう試合になるのかね楽しみですね。ということで結果は2勝1敗で広島の勝ち越しになりました。さあ最後に、阪神対中日、2日3対6中日、3日1対0サヨナラで阪神、そして4日3対1で阪神の2勝1敗というね試合展開になりましたけども、金曜日、先発藤浪でしたけども、中日もね初スタメンで高松1回裏近本のねセカンドスローファインプレーね取ってますよ、グッドプレー
ね、ああいうところをね、ちょっとずつやっていくとね、出番がね、最初からにもなるし、阿部選手はね、なかなか状態が上がってこない中でね、いきなりのスーパープレイだったかなと思います。でね、阪神、2回、表、ツーアウト三塁、藤波、ボーク、バーッと。どうしたんだろうね、あれはね。まあ、強打がね、三塁ランナーで、ちょっとね、この、もうセットじゃなくて、ワインドアップね、入ってたんで、ちょっとこう、ババってね、牽制すると、ボーって、なんか、どっかから声が聞こえたかのような感じでね、止めちゃったけど、あれ止めちゃダメなんだよね、もう一回入っちゃうと。ボークっていうところでね、バーッと、でしたね。で、中日、2回裏ね、サンズ、サードゴロエラー、悪送球、ね、佐藤君のね、セカンドゴロ、突飛、セカンド高松、ね、こう、ダブルプレー取れず、バーッと。さっきせっかくいいプレイしたのに、こういったところもちゃんとしないと、愛情なかったよ、あのトス。ね。で、ワンアウト一塁になって、梅野のね、ピッチャーゴロエラー、福谷、バーッと。ね。で、からのワンアウト一三塁、木浪ね、同点タイムリーツーベース。で、藤波アウトになって、近本のね、センター前勝ち越し、ね。この無駄の3点、バーッと。この3点多分なかったよ。0点だった。本当にね。これ勝ったからよかったけど、こういったところを、ちゃんとしたいよね。この日曜日だって、結局、ビシエドエラーしたりとか、して結局ね、そこもう広げられる点数取られたりとか、この守備のちょっとしたミスをね、守り勝つ野球していかなきゃいけないんだから、落合さんの時だって、守り勝つ野球だったじゃん、チーム打率最下位でも勝ったから。だからそういうね、難しいことしなくてもいいけど、簡単なとこやっていかないと、接戦勝ちきれないよ。ね。で、まあ、藤波ね、4回表。一死満塁防いだりとか、5回表もね、二死満塁防いだりとか、しっかり踏ん張ってね、非常にいいピッチング、まあ、負けはしましたけどね、非常にいいピッチングだったと思うんで、今後のね、藤浪投手の期待もね、昨年以上に高くなってくるんじゃないのかなと。まあ、勝ち星恵まれないですけどね、早めにね、藤浪に勝たしてあげた方がね、藤浪もトントンで調子に乗っていきやすいんで、まあ、チームとしてもね、なんとか勝たしてやりたいのかなと思いましたね。あと中日、リリーフ、グッド、ね。金曜日、グッドだったけど、日曜日、最後踏ん張りきれず、服がね、山本に打たれるってなってましたけど、この試合もね、中日柳、まっすぐカット、カーブ、縦スラ、進化、コースも高さもね、グッド、非常にいいピッチングだったんじゃないのかなと。こういうピッチングするとき、勝たしてやりたいなと思う中で、阪神も青柳、まっすぐカット、ツーシーム。右打者にはね、高いがしっかりボールを動かして、左バッターには低めに丁寧に投げ切るっていうね、まあ右と左でね、ちょっと制球が違いましたけども、非常にいいピッチングだったんじゃないのかなと。あとね、このサヨナラ場面、9回裏、原口、9球粘ってフォアボール、グッと。この粘りながらのフォアボールがね、サヨナラに来たかなと。で、北条バント、井岡軽減、で、井戸原セカンド、レフトフライで打ち取って、山本が初球のね、スライダーを、センターオーバー、サヨナラツーベース、山本、グッと。ね。ちょっと服がね、最後守りきれずっていうところでしたけども、非常に締まったね、いいピッチ、試合だったかなと。まあ、どっちが勝ってもね、おかしくない試合の中で、まあ、両先発、柳も青柳もね、非常にいいピッチング出したし、次回登板もね、かなり期待できるんじゃないのかなと。あと、ジャイアンツからね、移籍してきた山本がね、このサヨナラヒットでチームの一員になれたことがね、非常にいい戦いだったかなと。まあ、そのね、勢いを持って、日曜日の試合もね、3対1。まあ、ピッチャーガンゲルがね、まっすぐ、ツーシーム、カット、スライダー、両コース、ボールを動かしながら、コースについていくっていうね、まあ、コントロールもね、決めに行くときは非常に良かったですし、まあ、なかなかあれをね、打ち崩すのが難しいのかなと思いながら見てましたね。で、まあ、4回表ね、唯一のチャンスっていうか、ここでね、勝ち越ししたかったなっていうところが、まあ、4回表ね、阿部がツーベース打って、で、高橋が、ライトファールフライ、ビシエドデッドボール、で、平田がね、ピッチャーゴロ、これガンゲルがね、何を思ったかセカンドに投げて、フィルダーチョイス、で、満塁になって、で、強打のね、ショートゴロ、セカンドへトスがね、雑っていうね、いや、雑っていう。で、ね、オールセーフになって。で、最後ね、ここで木下が4-6-3ダブルプレイ。ここで逆転したかったー。ここね、踏ん張ったガンケルがね、素晴らしい。あとこのね、フィルダーチョイスと、このね、ダブルプレイのエラーがね、ありながら、まあ、1失点でね、収めたっていうところもね、非常に良かったけども、あそこはゲッツー取りたかったね。まあ、点ね、取られなくてもいいようなね、イニングだったかなと思いますし、まあね、ガンケルも良かったですけども、中日ね、小笠原もね、非常にいいピッチング、緩急つけてね、できたんじゃないのかなと。まあ、しまったね、試合展開だったかなと思います。まあ、結果ね、阪神の2勝1敗の勝ち越しっていう感じになりました。まあ、全体的にはね、本当に、両チームとも、先発、非常に見応えあったね、3連戦になったかなと思いますし、まあ、紙一重っていうところもね、
ありましたけども、このこういうね阪神がね勝ち切っていくっていうところがね優勝への道がね、近づいていくし、逆に中日はねこういう接戦をね勝ち切っていかないとなかなか上に行けないんで、まあこういった試合がね今後もね大事になってくるんじゃないのかなというふうに思います。さあということで最後に申し送り事項です。今日はもうちょっと疲れちゃったんで短めの申し送り事項にしたいと思います。ソフトバンク、ロッテ、西武、楽天、日本ハム、オリックス、巨人、阪神、中日、DeNA、広島、ヤクルト、12球団の関係者、選手、監督、コーチの皆さん、またコロナ禍で第4波が来て感染者、陽性者が出てます、十分注意しながら最高のプロ野球を見せてください。そして12球団ファンの皆さんも、感染拡大気をつけて、ちょっとねやっぱり広がってきてますんで、まあ、僕自身も気をつけますけども、皆さんも気をつけてねこのプロ野球を楽しんでもらいたいと思います。しっかり総チェックしていくのでね、この佐々木チャンネルの YouTube を見ながらですね試合を見てより一層野球を楽しんでもらいたいと思います。ということで今日の申し送り事項は12球団皆さん気をつけて頑張って、はい、さあベストライン行きましょう。今週のベストライン、パリーグからピッチャー楽天キッチミスターコントロール、キャッチャー西武森、今年はやる。サード西武ウーネンティム救世主、セカンドロッテ中村翔吾キャプテン、サード楽天茂木エグロ、ショート西武源田乃木坂、レフトオリックス吉田マッソ、センターオリックス中川渋野、ライト西武木村4打数4安打、 DH 日本ハム中田翔ショータイム。さあ続いてセリーグです。ピッチャー広島大瀬良、今年はやるぜ。キャッチャー広島坂倉、満塁ホームラン、止水中学。ファースト DeNA マーキー、新人岡。セカンド広島菊池、打てばヒット。サード DeNA 宮崎、浜野安打製造機。ショート阪神山本、サヨナラヒット。レフトジャイアンツウィーラー、回復待ってるよ。センターヤクルト塩見、帝京大学。ライトヤクルト山崎、バットコントロールゴー。さあ特別賞です。パリーグロッテ元前、連敗ストップ。セリーグ特別賞 DeNA 坂口、連敗ストップ。はい、ということでですね、まあ、今年から見始めた人に言っておきますけども、このベストナインはですね、撮影が勝手に選ぶ印象に残ったプレイヤーっていうところでですね、成績だけで選んでないので、そこはご了承ください。ということで佐々木の、月曜日金土日234総チェックでした。ということで今週の1週間もプロ野球皆さんで楽しんでいきましょう。今週のプロ野球も要チェック。